ぱり電池が切れたみたいですね。というわけで手に入れました、椎茸です。椎茸を手に入れた。で一応ちょっと軽く回りますね。全部回るとあれなんで、さっきの鶏屋さんです。でここ唐揚げ屋さんですね。なんだっけ、ガラの唐揚げとか手羽先とか売ってます。あ、10バーツですね。おかず10バーツ1袋で、お魚屋さんですね。ここは、シーフードって書いてあるから海のお魚ですね。で、間違っても刺身で食わないようにしたいと思います。で刺身で食えるような魚がないですけど、そもそも。あ、牡蠣売ってる。牡蠣はこれは豆ちくわも売ってる。牡蠣はこれは生食用でしょうけど、こちらもイスラムの唐揚げ屋さんです。バッチバッチ上がってます。今バッチバッチ上がってます。上がりまくってます。あ、ピザトーストじゃないですか。ピザトーストです。バター、ココナッツパンにバターシュガー、ドーナツもありますね。これでポンデリングとか売ってたら笑っちゃうんですよ。とりあえずお金下ろすか。俺はお金下ろして、いやあとお砂糖買わなきゃいけないんですよね。お砂糖売ってんですかね。とりあえず、カノムチン屋さんですね。皆さん食されてます。で ATM に来たんですけど、 ATM のカードがこのカメラを乗っけてるこんなの入ってるんですね。すみません、農民銀行の ATM なんですけど、これですね、カードで。最近あれなんですよ、見えますか、見えるかどうかわかんないです。日本語表示なんです。あ、日本語表示じゃない、こう中国語だ。ところによっては日本語表示です。で、100バーツだけ下ろします。大体100バーツしか下ろさないですね。前まで200バーツぐらいしか下ろしたんですけど、まあ個人的には100バーツは1000円感覚でしょうか。はい、お金出てきました。スリップいります。わっ、残高がやばいことになってるな。まあいいですけど、まあいいです。ズマシャガに暮らしていきます。さて、そろそろまた切れるのかな。これに入れなきゃいけないんで、またすいません、ちょっと今カメラのアングルが上がったと思いますけど、一応100バーツ手にしたんで、またなんか買おうかな。このキノコだけ食ってもな、まあでもキノコだけ食ってもいいんですけど、ビタミンが足りないような気がするんですよ、僕は。また同じところに入りますけど、野菜をですね、食った方がいいんじゃないかと、思いまして、また市場の奥の方に入ってまいりました。何売ってんだろう。あ、これはあれですね。ヤム。サラダですね。あえもんですね。で、この辺から一発いっときますか。てか、豆を食おうかな。ささげを。カムラタワーか。サムカシにカムラ。キラシ。これが10で、これが、これだけでいいや。タワー。あし、3カムシ、ちゃめ。3つで10。あ、2個し、ちゃめ。ラムダイ。あ、わかりました。じゃあ、これ混ぜましょう。10バーツにしましょう。と、これと、ニンニクの芽と、菜の花にしよう。で、豆の3つで10バーツ。はい、お願いします。で、あれ？金がない。あ、金手に持ってた。100バーツ払います。以上ですね、今日の買い物は20バーツですね、食品。すいません、撮影させてもらってます。はい、ビデオよか。いやなんだこいつはと、この外人はというような目で見られるのは、まあ、いつものことなんですが、まあ、ここで、まあ、お買い物も終わったところで、
お酒でもこうニンニクのニンニクの目の頭がカメラの視界に入ってしまうという。あ、ここいつも豚肉買うとこですね。これはふわふわと呼ばれる肺ですね。で腸、これ全部一皿全部20です。いつもここで買ってます。豚さんですね。丹内派、すいません、僕が悪いんです。あ、今日はやってない。いや、一杯引っ掛けて帰ろうかなと思ったんですけど、今日は焼酎量り売りの屋台は閉まってるようです。というわけで、まあお砂糖はいいや、後日で。とりあえず仕事もあるし帰ります。それでは皆さん、さようなら。